サラリーマンに入ったんですけど、やっぱ全然面白くなくて、うん、もう毎日がなんかただ心にも雨という雪が降ってるというか、寝ててももらえるし、サボっててももらえてたから、うん、そういうのでちょっとこうやりがいをなくして、そうですね、やっぱやりがいがないんで、まあ、学費分ぐらい少し回収したら自分の道を歩むのかなっていう形で、まあ、日焼けサロンっていう事業を始めて手をつけたんですけど、僕が今ちょっと山梨で2店舗ほどやってるんですけど、あ、今もやられてる、まあ、だから黒いんですよ僕。あ、本当だ。あ、そうそうそう、あ、本当だって結構出だしから俺黒いけどね結構いろんななんかキャラが濃すぎてなんかそこを忘れてましたそうなんです、未だにやられてますね。あ、もちろん、はい、一時期なんかめちゃめちゃ流行りました、ね、あ、もちろん、そうね、アウトサイダー時代くらいかな、はいはい、あの頃めっちゃ流行ってたから、あ、みんな日焼けサロン、ギャルとかギャル王なんていうのが、はい、ちょっとオラオラ系なんていうのが流行った時代に、まだもう20年ぐらいやってるんですけど、へえ、すごいですね、はい、結構大きいんですよ、日本で一番大きいんじゃないかな、僕のお店は多分日焼けサロン。あ、何個ぐらい置いてあるんですか。20台置いてます。わ、はい、機械だけでも、あの、それが2店舗あるから40台か。うーん、山梨でも、はい、すごいですね。山梨の人はそんな日焼け好きなんですか。いやー、というかなんか僕自身のスタンスとして、うん、なんかどうせやるなら一番でかいものを作ってやろうっていう、なんかちょっとよくわかんない、そのでもその結局お客さん来るから、うん、それ成り立ってるわけですね。そう、まあそういうことですね。20台分回るぐらい、まあそういうこと、真夏でしたらもう本当にそれが回るし、うん、話題性的な要素も含めてで24時間でやってるんで、しかもセルフなんですよね、はい、お金自分でコインタイマー入れて、で入り口は顔認証機で、だから鍵とかカードとか日焼けサロンってみんな持つイメージがあるけど、僕のところは普通に来て顔を照らせば鍵が開いて入ってくよ、セルフ式でやらせてもらってるんですよ。へえ、だから人件費もかかんないし、新しいですね。そうですね、ちょっと新しいやり方、まあ、多分そうですね、日本でもこの顔認証を入れてそれで出入りしてっていうのはあんまり、まあ、スポーツジムにちょっと近いんですけど。じゃあ掃除は誰がするんですか。あ、それはスタッフが必ず1日1回というか、あのルーティーンでそれを回らしてっていう形で2店舗やってる形になりま